皆さん、こんにちは。イーサリムファウンデーションの宮口です。本日はお招きいただきありがとうございます。まず最初に今日のテーマにも関わってきますので、イーサリムファウンデーションの役割についてお話ししたいと思います。イーサリムファウンデーション、頭文字を取って EF と呼ばれていますが、イーサリムのアイデアが最初に開発され始めた2014年に、スイスの非営利団体として、イーサリムのクリエイターのヴィタリック・ブタリンによって創設されました。オープンソースのプロジェクトですが、貢献者が限られていた最初の何年かは、EF が研究開発をしているメンバーの拠点の役割をしていました。私がトップとして入った当時も、基本の役割は変わっていませんでしたが、その頃すでにイーサリムはブロックチェーン業界で最多の開発者が関わるプロジェクトまで発展していましたので、EF として役割を追加していく必要がありました。その役割を明らかにするために、イーサリムと他のプロジェクトの最大の違いを説明する必要があります。まずその前に簡単にイーサリムとは、コインとか通貨とかいう概念を取っ払っていただかないとなかなか理解していただけないと思います。むしろイーサリムはブロックチェーン上で何でもプログラムできるコンピューターです。そのプログラムされた例の中に、今では47万以上存在する ERC20 のトークンとか、今話題の NFT とかありますが、これはほんの一部の利用例です。スマートコントラクトを使って、コードを書いた通りに誰にも改ざんされずにトランザクションが実行されます。コードが書いた通りに実行される部分は別に特別ではないんですけれども、インターネット上でパブリックに記録が残り、全く改ざんできないところが特別で、コンピューターのレベルの情報をみんなでシェアしているので、かなりの情報量を含んでいるネットワークです。そしてコンピューターですから、DeFi のプロジェクトだけでなく、すべての業界に存在するプロジェクトを分散型に進められるということです。不動産、サプライチェーン、ゲームなど様々な用途に使われています。分散型に P2P で処理をすることを Web3 という呼ばれ方もされますが、ガバナンスの分野では DAO などの概念もイーサリムのコミュニティから生まれました。ということで、実際に動いている分散型アプリとそのコントラクト数も最大のブロックチェーンと言えます。そして外から見える技術でできることよりも、さらに今日のテーマにとって大切なことがあります。イーサリウムは一つの企業やチームに所有されておらず、開発もコミュニティで行っていく。ビタリックやうちのメンバーが提案をしても、コミュニティに受け入れられなければ提案は実行されません。他にわかりやすい例として、イーサリムファウンデーションは全体のイーサの 0.3% しか所有していません。以前まで 0.5% と言ってましたが、どんどん助成金を出しているので、今は 0.3%。もちろん時価総額が5400億ドルと上がっていますが、この所有率の数字自体はどんどん下がるのが意図です。これほど開発の仕方も資産も分散しています。これを意図的に維持していくことが、このプロジェクトにとって、ブロックチェーン業界にとって、社会課題を解決することにとって、いかに大事であるかは、どれだけ声を大きくしても言い過ぎることはないと思っています。ということで、EF が現在どんな役割をしているかというと、研究開発以外に、分散型に行われる研究開発のコーディネーションとサポート、EF がプロジェクト全体をコントロールしないがために、さまざまなコーディネーションが必要になってきます。助成金による資金のアロケーション、必要な研究開発のディスカッションの場を作る、教育のサポートをする。例えば、イーサリムのガバナンスの一部である EIP のディスカッションのコーディネートをしているのは EF のメンバーです。決断はコミュニティで行います。そして時には EF が自らサポートのためのプロジェクトを立ち上げてコミュニティに投げる。ゼロ知識証明、ゼロノーレージですね。などの研究実験ベースのプロジェクト、オープンソースであるウェブサイト eSalim.org のプロジェクト。昨年は途上国にフォーカスしたチームネクストビリオンを始めました。現在 EF のメンバーは約200名ほどですが、研究開発組とサポート組、そしてコミュニティの他のメンバーとともに数多くのプロジェクトチームがプロジェクトを進めています。ちょうど今週、クライアントのダイバーシティとモチベーションを維持するためのクライアントインセンティブプログラムが発表されました。クライアントとはここでは、ネットワーク参加者がイーサリウム上で様々な操作を行うための互換性のあるソフトウェアのことを言います。EF ができたときに、最初のクライアントであった Go イーサリウムゲスというチームが EF 内に生まれました。
ただこれが一つだけでは分散型の度合いが減るので、 EF が始めた GES 以外を使ってもらえるようにサポートをしてきました。自らが立ち上げたプロダクトのコンピティターと呼ばれるものを使ってもらえるように努力をする、これが私たちのやり方です。長い目で見るとエコシステムにとってその方が良いからです。そしてこれらのクライアントチームは大変重要なプロジェクト、メインネットワークを守ってますから、にもかかわらず公共のパブリックグッズを作っているのでお金が儲かりません。今回のプログラムで9つのクライアントチームが144のバリデータを維持するようそれぞれ4608イーサを受け取ります。現在の価値でそれぞれ27億円くらいですね。で、そんな中で私たちが大事にしているビジョンがあります。私が EF 内で使い始めた Infinite Garden という説明の仕方が今コミュニティで受け入れられ始めていますが、イーサリムはイーサリムが勝つために研究開発を進めていません。Infinite、無限に、そしてずっと一緒にプレイを続けるために研究開発をしています。そしてそのプレイとは、健全なエコシステムによって社会課題を解決することなのです。ですので私たちは常にイーサリウムはみんなのためのパブリックグッズ、公共の資産であるということを大前提にしています。そしてそのビジョンとつながっているのは、そもそもどんな問題解決のためにブロックチェーンに取り組んでいるのかという真の部分です。問題がないのなら、または真の問題を解決できないのなら、流行りだからといってブロックチェーンに取り組む意味はないからです。そのためには中央集権システムの問題を深く理解することが非常に重要です。でなければ本末転倒なプロジェクトを立ち上げてしまいます。Web 2.0 の貢献によりデジタル化が進み、誰でも情報にアクセスできるようになったかのように見える世の中ですが、失ったものは何なんでしょうか。個人の権利が増えたのも確かですが、その個人の情報をコントロールする力もどんどん強くなっています。昔は権力を持てるのは大国の主や政府だったりしたのが、資本主義の影響もあり、一旦前より分散化した権力が様々な形で中心化するようになっています。大きな企業が小さな企業を吸収しているのもそうですから、イノベーションにも影響を与えます。もちろん問題だけでなく良いこともありますが、外からは特に良いことしか見えませんから、それがなぜ問題なのかということを理解する必要があります。中央集権の仕組みはリーダーシップが機能するのにかなりのコスト動力があります。そしてそこに依存する個人や団体の数が増えて範囲が広くなるほどパーフェクトにすることはほぼ不可能です。現場の事情を理解するのが難しいからです。そしてその仕組みにミスがあったとき、多くの人がダメージを受けるのにもかかわらず対応策が打てません。さらにリーダーシップが能力が高くても邪悪な意図を持っていた場合、その意図に悪用されやすくなってしまいます。もう少し具体的に言うと、プライバシーセキュリティの問題はまず明らかです。Google や Facebook が個人情報を独占的に所有している場合、悪いことをする気があるかはどうかは別として、一点集中による情報漏洩やセキュリティのリスクは高くなります。また、一企業の失敗が市場の失敗を引き起こします。市場に参入のルールも一部のお金を持っている企業が作るようになってきますから、コストが高すぎて小さなチームは入れなくなります。金融サービスで言うと、世界約20億人が未だに銀行口座を持っていません。集中化が進むと、口座を持つことの物理的、社会的バリアが高くなります。預金、送金、保険などのサービスも受けられないことになります。身分証明書や ID もそうです。10億人が政府発行の ID を持っていない反面、偽物の ID も横行しています。このようにシステムが中心化しすぎると、どこがなぜ機能していないのかが見づらくなります。そして無駄なコストも出てきます。日本では空き家が多いと聞きます。物件より登記にお金がかかるからだそうです。実際に登記するという行為自体にそんなにお金がかかるわけではないのでおかしいですよね。ということで、政府、役所のシステムの中にも、最初の意図を無駄なく実行できていない部分があります。これはほんの一部の例ですが、今現在の社会課題、世界課題です。もちろん中央集権の仕組みを全部潰せばいいということではありません。問題の部分を理解して、いかに既存の仕組みを改善するか、それがブロックチェーンのなせる真のソーシャルインパクトだと思います。コードを書いてブロックチェーンに取り掛かる前に、こういった事実をまず知って、
どんな世界にしたいのかを考えることがとても大切だと思っています。ではなぜイーサリウムなのか。ブロックチェーンのトリレンマということを昔ビタリックが説明しました。プラットフォーム上の分散型アプリを動かすために3つのことが鍵になります。セキュリティ、スケーラビリティ、そして分散化。なぜトリレンマかというと、これらすべてを完璧にすることは大変難しいからです。セキュリティと分散型を優先するとスケーラビリティが難しい。スケーラビリティとセキュリティを優先すると分散化が下がってしまう。ネットワークが分散化して多くの参加者に守られていると、トランザクションのスピードはどうしても落ちるからです。この分散化を妥協しないコミットメントがとてつもなく強いのがイーサリウムです。そもそも論ですが、なぜブロックチェーンなのかに戻ったとき、何の問題を解決するためにイーサリウムに取り組んでいるのかに戻ったとき、先ほど言ったように中央集権型システムによる問題を解決することが社会問題の解決ですから、分散化を妥協しては本末転倒で意味がないからです。ただ、もちろんそのために他のトレードオフが出てきますから、この意思を保つのは簡単ではありません。今、ブロックチェーン業界がお金持ちになりつつある中、分散型を妥協するチェーンとアプリがどんどん出てきています。分散型の妥協は、ノードの数を少なくしてスケーラビリティを上げるだけではなく、クライアントの種類の数、ガバナンスがどうやって行われているか、様々な部分を見ないとわかりません。もちろん決断するのは個人の権利と自由ですが、私は個人的に本末転倒なプロジェクトは意味がないと思っていますので、どちらにしても正しい情報を得て決断できることがより一層大事だと思っています。ではそういった理念を持つイーサリウムに技術面で何が起こっているのか。一番今表に出ているのがプルーフオブステークだと思います。最近ブロックチェーンの環境問題が騒がれるようになってから聞かれた方が多いと思いますが、最近提案されたというわけではなく、イーサリウムは最初からプルーフオブワークの限界を考えて、プルーフオブステークに移行することを宣言していました。今やっとその作業が終わりつつあります。エネルギー消費量が 99% 以上減りますといったときに、信じがたいかもしれませんが、わかりやすく説明すると、ネットワークの守り方が今まではエネルギーに頼る仕組み、つまりマイナーが大量のエネルギーを消費してしかネットワークが守れないという仕組みだったのを、ステーク、価値をコミットするということによって守るというプロトコールの基盤の仕組みを完全にガラッと変えることになります。そのため、プルーフオブステークで必要なエネルギー量は、バリデータがステークして参加するために普通のコンピューターを使う部分だけですから、普段の電気消費量程度になるわけです。そしてトレードオフのネックだったスケーラビリティの問題も解決されつつあります。イーサリウム 2.0 と呼ばれるプランは先ほどお話ししたプルーフオブステークだけでなく、1分間にトランザクションがどれだけ行われるかというスケーラビリティも解決します。イーサリウム2が現在のネットワークを動かしているイース1とマージされるのが来年の前半という見通しですが、メインプラットフォームでのこれらのソリューションと同時に、別のレイヤーでスケーラビリティを解決するソリューションがすでに出てきています。レイヤー2というソリューションですが、イーサリウムのメインネット上に書き込むデータを制限することで処理速度を上げる。イーサリウム上に新たなレイヤーやネットワークを作るイメージです。レイヤー2の種類によっては個人情報や企業秘密の保護も可能です。レイヤー2のソリューションについては、分散型アプリに取り組まれている企業やスタートアップの皆さんにとても重要な部分だと思います。日本ではイーステラコヤという勉強会が行われていたり、EA ジャパンの石黒さんもサポートしてくださっているので、質問等あればぜひこのイーステラコヤの勉強会参加や石黒さんにコンタクトしていただければと思います。社会課題を解決するコミュニティ内の具体的なプロジェクト例を紹介します。イーサリスクは分散型の保険プロダクトをどこのチームでも開発できるプラットフォームを開発しています。彼ら自身がプロダクトとして取り組んだプロジェクトの一つはケニアの農家の保険商品です。年々天候被害による農家へのダメージは大きく、特にケニアのような個人経営が多いエリアでは今までのやり方ではサポートに限界が出てきています。天候によって保険が受けられるというのは既存の保険業界では不可能だったのを、スマートコントラクトに天候指数を組み込ませて可能にしました。
チェーンリンクなどのオラクルという外部の情報をスマートコントラクトに結びつける技術を持っているパートナーと一緒に開発しました。支払いの自動化ももちろん中央集権型の保険会社に頼ることなく可能で、BOP ビジネスの効率化と収益性、スケーラビリティの向上を目指します。今年実際にこの機能を使って農家への初の支払いが実行されました。私もオンラインで見届けて大変感動する瞬間でした。次のステップは誰もが被保険者として参加できる仕組みです。これによって途上国だけでなく、今まで閉じられていた保険業界のディスラプトが進みます。ただ、私も個人的に長くアドバイスしてきていますが、システムを完全に変えるので、保険と呼ばない方がいいのかもしれないという話を先日このチームとしていました。で、今のプロジェクトもそうですけれども、なぜ EF として途上国に目を向けるのか。それはこの技術が一番必要になる次世代の人口がどこにあるかを考えると明らかです。毎日生まれてくる赤ん坊の4分の3は途上国からです。すでに人口を生かして分散型に機械を作るという例が Web3 前にもあります。例えばマイクロファイナンス。マイクロファイナンスのローンの総額12兆円と言われていますが、これを生かしてさらに Web3 が活躍できます。インフラがもともと不足していますから、先進国にはないニーズに対応して、先進国の問題から学んで新しい仕組みが作れます。個人的にブルーオーシャンだと思っています。実際にニーズを数字が示しています。この図を見ると、暗号資産の浸透率ランキングが、ベトナム、インド、パキスタン、ウクライナ、ケニア、ナイジェリアと、浸透度が圧倒的に途上国の方が進んでいることがわかります。イーサリムファウンデーションの活動に戻りますが、このような途上国で活動するチェンジメーカーを集めて EF フェローシッププログラムを今年から開始しました。先ほど言ったイーサリスクトプロジェクトを進めているエーカーアフリカのベンソン、政府のプラットフォームと政府とともにプロジェクトを進めている OST の注意、私がブロックチェーンに関心を持つきっかけになったマイクロファイナンス、最大の NGO のブラックのクルディープ、学校インターネットでつなぐプロジェクトのギガのエンジニア、ナロア。で、彼らが行うプロジェクトが例となって、世界中で同じようなソーシャルインパクトが生まれる波紋効果が起きることがゴールですが、今着実に進展をしていて大変嬉しいです。そして分散型で世界課題というと、今話題の NFT で面白いものがあります。今お話した学校をインターネットでつなぐギガというプロジェクト、ユニセフのプロジェクトでもありますが、ユニセフの75周年に絡めて NFT キャンペーンをします。データサイエンスをもとにアートを作るアーティストによるパッチワークキングダムというプロジェクト。インターネットにまだつながれていない学校、つながれている学校の数字とデータをもとに作ったアートを1000個の NFT として売り、収益はまだつながれていない何百万の世界の学校をつなぐために使われます。で、こういったやり方でイーサリアムの NFT が使われることは大変嬉しいことです。このキャンペーンに興味がある方は Twitter で @GigaConnect を追っていただけると詳細がわかります。最後に今日のまとめですが、分散化へのこだわりがイーサリアムの技術とガバナンス、開発の仕方、イーサリアムファンデーションの運営の仕方、エコシステムのあり方、すべてにあるということ。そしてそこから中央集権型に存在する問題を解決して、既存の仕組みを改善していくことが真のソーシャルインパクトであること。ということで、最後まとめとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。